毎度バカバカしい話を一石山しけチャンネルです。今回はですね、このお二人に来ていただきました。よろしくお願いいたします。新元亭バキューと申します。新風亭市花と申します。なんとですね、この二人ご夫婦なんでございます。ねえ、もう普通の一般社会だとね、はい、職場結婚ってのは当たり前ですが、そうですね、はい、落語の世界では珍しいんでございますよ。はい、本当に。ですから今日はですね、はい、新婚さんいらっしゃいのですね、やっぱそうなりますよね。その形になっちゃいますね。落語版をお送りしたいと思いますけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。突撃。はい、じゃあまた改めてですね、馬球さんは、はい、師匠は、はい、金元亭馬生の弟子でございます。馬生さんとはね、はい、よく飲み歩きましょう。そうですか。本当に同世代ですか、師匠。うちの師匠同世代で、はい、陽気な方だよね、師匠ね。あ、はい、はい、うん、本当に。そしてこちらが奥さんでございます。はい、はい、私は師匠が新風亭一朝でございます。一朝さんね、おとなしい方で、もういつも怒ったことないでしょ。そうですね、穏やかな師匠ですね。うん、ね、でもいいお弟子さんを育ててますよ。一之助さんとか、市花さんとか、ね、一朝さん、もう小朝さんの兄弟子でございますね。二、はい、人とも今、二つ目ですね。はい、二つ目でございます。二つ目でございます。ね、じゃあこれから、あと何年か経つと、新町まであと4、5年ぐらいですかね。はい、私もまだ先ですね、はい、6、7。あの兄さんな、兄さんなんです。兄さんだよね、先輩です ね、 ね、まだ先です。でもこの兄さんとどうして一緒になったのか、はい、それの慣れ初めをまず聞きたいです。慣れ初めも何も、まあ、オフィスラブですからね。オフィスラブ。ね、一応その、あの一緒に、うん、はい、前座やってまして、はい、2年ぐらい、うん、キャリアの差、はい、はい、じゃあ2年違うからいろいろ教えてもらってた。いろいろ教えていただきました、はい、怖かった。怖かった。怖かったです。でもあの、うん、穏やかな兄さんで、うん、よくあのご飯も連れて行っていただいて、はい、みんな仲間内で一緒に行きまして、うんうん、でそれがその親しい関係が、いやいや、違うんですけど、あの大学もたまたま一緒だったんですよ。どうですか、私たちは立教大学なんです。うわー、はい、立教大学で、学校が一緒だからってことで、で共通の友人が一人いまして、うんうんうん、はい、でその子と一緒に、うん、そうですね、ご飯食べたりとか、とか、はい、あと二つ目になってから立教の仕事が結構ありまして、はい、で、とってもあの一緒にいる機会が多くなりまして、うん、あ、じゃあ立教で呼ばれて一緒に、はい、あの落語会とかなんか一緒になって、はい、うん、まあ一緒に仕事をするうちに、うん、みたいな、なんか笑って恥ずかしいよね、そう思ってあのね、バキューとね、俺と目が合うと、バキューはすげえ恥ずかしそうなんですけど、ちょっともう夫婦で出るの自体みっともないと思ってますからもう。でもさ、はい、落語界や珍しいですよ。え、まあそう、そうですね、はい、何組しかないよね。そうですね、そうですね、珍しいと思います。珍しいよね、はい、どんなとこに惹かれたの？すごく何回も、うん、あのプッシュしてくいや、もうこんなに言ってくれる人はいないなと思いまして。いいよ、好きだよ、好きだよ。いや、あの結婚を前提にお付き合いをしましょう。あー、なるほどね、本当にこんなのまで丸裸にされるんですか。でも良かったんだよね。はい、もう、はい、もう、はい、もう、そうです、入った時から、はい、私だって同期になってたらもしかしたら惚れてますよ。おい、そんな、いや、可愛いですよ。え、それだったら師匠と結婚しちゃう。突撃。これ、落語家同士が一緒になると大変なことって結構あるでしょ。そうですね、いろいろありますね、はい、あ、まずそもそもあの、それぞれ師匠から、うん、あの身内はダメだよって言われてましたので、はい、まずその壁が一つありましたね、はい、じゃあ、
二人とも両親によりも、うん、師匠にあのお許しを、ね、これ大変だった、緊張しました。二人で行ってまず最初はじゃあ芭蕉さんのとこ行った、同じ日に、はい、同じタイミングで、うん、あの別々に自分の師匠のところに、あ、別々に行ったの、うん、お互いまず一番最初は、うん、それぞれの師匠だなっていうことで一人で報告しまして、はい、芭蕉さんに何したの、はい、市原さんと、うん、一緒になりたいですみたいなことを言いまして、それ芭蕉さん何つった、いや本当に僕は波紋にされると思ってたんですけれども、うんうんうん、まあ、師匠はあの、まあ、おめでたいことだからって言うんで、よかったじゃないっていうんで喜んでいただきました。本当にいやありがたかったです。いや本当にもう結婚して何年、今2年ぐらいですね、はい、はい、あでもね本当にそれで波紋なんかになったら困っちゃうね。いやそうですね、はい、お許しいただくまでお願いしようと思ってたんですけれども、はい、もし断ることは、まあ、はい、波紋だって言っても何回も波紋で、市原さんはその一丁さんのとこ行って、はい、うん、本当に自分の親に言うよりも緊張して、うんうん、いや私も、うん、あのダメだっていうことは最初に言われてたので緊張したんですけど、うん、いやあの師匠とおかみさんもいらして、うん、あのおめでとうって言ってくださって、いや本当にもう、でもじゃあ一時は、はい、もう落語家やめて家事に専念しなきゃと思って、いやでも落語をせっかくもう弟子入りして、うん、あの結婚のことをあんまり考えずに弟子入り、うん、私はしてたので、うんうんうん、でも本当にあの時はもう悩んでしまって、どう落語やめるっていうのはちょっと自分には考えられなかったので、うん、かといって馬球さんと別れるってのも嫌だし、そう、うん、まあそうですね、だからすごい悩んでましたね、うん、大変だね、結婚でも悩むって、落語じゃなくて結婚で悩むって、いやもう落語で悩まなきゃいけないですけどすいません。家庭で料理作ることってあるの？それがあの、うん、師匠、うん、私もう料理めちゃくちゃ下手なんですね。まあいいんだよ、話し方だから。いやもう、うん、師匠に出せるようなものが、そうですね、多分師匠が突撃しても食べられるもの出てこないぐらいの感じなんですか？本当ごめんなさい。結構いつもじゃあどうしてるの？いやもう結構、あ最近あの、はい、頼ってしまう。バキューさんの方が、はい、得意な料理は？いやまああのそんなに男の料理なんで大したものはでもまああのリクエストになるだけ答えるようにはしております。例えば何リクエスト？結構でもあの几帳面なので、うん、なんかビーフシチューとか、え沖縄の料理とか結構得意で、はい、よく市花さんはそんなに料理は上手じゃないですか？結構あの本当になんかちょっとシャレにならない料理、結構お味噌汁作ったんですけど、うん、よくもう枕とかで話してるんですけど、うん、あの山菜がすごい好きなんですよ、うん、なんか喜ばしたいと思って、うん、あの山菜を買って、うん、であの出汁取ったお味噌汁に、うん、カットわかめみたいな、うん、容量で山菜をこうパラパラってして、うん、あの出して、うん、でこうやって飲んでくれるかなって見てたら、うん、で全部いやもう乾燥のゼンマイなんですよね。あれ水に戻してあのアク抜きをもう何日間かけてしなきゃいけないんですけど、ちょっともう乾燥わかめだけバッて入れれば OK だけど、もう本当にもうお恥ずかしいんですけど、うん、もう親の恥になって申し訳ないんですけど、うん、全部その要領で入れたら、うん、でも怒って、うん、せっかく一生懸命作ったのに、うん、ハンスの吐き出すような、うん、でもなんかお前も飲んでみろって言われて、うん、飲んだらとても口にはもうしびれちゃうぐらい、すごい悪が、すごい悪でした、すごい悪でした、もう悪抜きじゃないじゃあやっぱり作らない方がいいよ。これはね食べてた方がいいね。うん、あの例えばどっかの会やなんかで一緒になって、はい、定時の方が受けたとか女房の方が受けた時ってやっぱ面白くない？ですね、うん、これはあのもう正直に言いますけど、うん、あのかみさんの方が売れてるんで
これも別にあのでも、悔しいというか何も諦めてるわけではないんですけど、あのただ非常に今評価されてるっていうんで、それは非常に認めてますし、ライバルもううちのもう大黒柱ですから。そうだよね、夫婦は一つだから、そうです、どっちが受けるのが大きなお仕事ですよ。本当にだって BS の商店にも出てるんですよ。お声掛けいただいて、はい、ねえ、ほら、そうなんです。うん、だからもう僕今日ちょっと市花さんのバーターで来てるんですよ。そんなことないよ。ありがたいです。そんなことないんです。そのなんですけど、あの一緒にその結婚をすることになって、いろんな方に、あのご挨拶した時に占いできる方がいて、お客様 で、あのなんか兄さん見ていただいた時にすごい、ね、はい、あの僕はその、あの60まで冬だって言われたんですよ。占いで、うちの師匠も結婚した時に、まあ、市花さんは、まあ、売れてるけど、まあ、バキューは売れんの時間かかるだろうねっていうふうに言ってたんで、でもね、頑張っております。はい、この晩年売れた人はね、強いからね、しっかりしてるから、うん、若いうち売れるとろくなことないよ。まあ、いやいやでも彼女ではないけど、はい、俺なんかだからほとんど稽古しなかったから、だから今ツケが回ってこんなことになってんだけどね。突撃。それ前座の頃にお付き合い。あ、いえいえ、前座のうちは修行中ですので、二人とも二つ目になってからです。はい、周りには隠してたの。その時は言ってなかったですね、付き合い始めた時も、うん、はい、そうですね、むしろ、うん、結婚するまではあんまり、はい、そうだよね、なんかまた話が連中は口うるさいし、やきもち焼きだからね。いや、なんか、うん、迷惑かけるなと思いまして、その、うん、変な話どうなるか分かんなかったので、何なんかどうなるか、ちゃんと話か、うん、続けられるか、ね、どっちがやめなきゃいけないっていう話になるかと、はい、なんかその感じで付き合ったので、なんかその言っちゃいけない、言わないでねっていうのもなんか負担になるので、まあ、なんかあんまり言うのも申し訳ないなっていう、はい、一人にも言わなかった、誰にも。そうですね、本当に言わなかった、はい、誰も知らなかった、誰も知らないように隠してはいたつもりなんですけど。どうですかね、うん、気づく人は気づいてたかもしれないですね。はい、もしかしたら。ああ、なんかの時にポロッと出ちゃうもんだよな。そうですね、うん、気づいてたやつにいるかも、かもしれないですね。まあ、そういうやつに限って落語は下手くそだよね。気がつくやつはね。もうあのね、落語をちゃんとやってるやつはね、はい、そんなとこ気がつかないよね。人のことはどうでもいいってね。で、アニさん、アニさんって呼んでたんでしょ、あの連座の頃は。全然アニさんです。家庭では、家庭では、あの兄さんだとちょっと、はい、そうだよ、家庭で兄さんって言ったのおかしいから、家庭ではなんていうの、はい、名前で、名前で、名前で、本名で、はい、本名なんていうの、本名、大津直也と申します。かっこいい、直也、はい、直也です、直也って言ってる、直也さん、直也さん、直也さん、はい、じゃあ直也さんはなんていうの、はい、な直って名前なんですよ、本名、同じ名前だ、はい、直さんって呼んでますね。直也さん、はい、なんか恥ずかしいですね。こんなことまで言う。こんなことまで言う。だけど全世界に、家庭に帰って2人で落語の話なんてします？あんまりしない、うん、そうですね。でもまあ、あの仕事でどんな仕事があった、うん、誰が何したとか、今日誰どなたに会ったよとかいう話ぐらいですね、うんうん、うちで稽古しなきゃいけないじゃないですか、はい、そんな時どうやってる稽古はですね、うん、私はちょっと家でやりたい派なんですけど、うんうん、あの私は外派なんです。外でどうやるの？あの歩きながらやるか、うんうん、あのコロナ禍はちょっとできなかったんですけど、うんうん、ファミレスとか、うん、喫茶店とか、あの全く自分が知らない人が周りにいるところでの方が集中できるタイプなんです。なんか家はちょっとあんまり私の方は、はい、じゃあ二人で重ならないからいいね。そうなんだ、でね、僕ね今ふっと思ったんだけど、はい、夫婦で落語家だから、はい、別に一人じゃなきゃいけない
ってわけないから、はい、座布団2つで、それで男の方の会話を馬中さんがやって、女の方の会話を市原さんがやるって、これ面白い落語なんだね。二人落語ですか、うん、そうですね、はい、ちょっと変わった今までの。考えたことなかったですね。港川なんて、二人で港川をね、あの恋愛のやつなんか二人でやったりとか、これ結婚してさ、はい、落語家だけど、良、はい、かったことってどんなことですか。結婚して良かったことですよ、ね、うんうん、あのこれは、うん、これ女性話かあるあるかもしれないんですけど、うんうん、打ち上げがあるじゃないですか、うん、はいはいはい、うん、やっぱり世の、うん、あの普通のやっぱサラリーマンの男性だと、うん、やっぱこのなかなかあの落語家の打ち上げを理解していただくのは難しいと思うんですけど、そこはやっぱりあの理解があるので、うんうんうん、そういう良さはやっぱりありますね。そうですね、すごく。やっぱ僕も同じで、はい、あの結局その打ち上げで何時に帰ってきたって、うん、まあ怒ることないですか、分かってますし、普通の人はね、はい、だって否定関係、それから、うん、兄弟子関係ってやると、はい、兄弟子が来いって言ったら行くっていう、行かなきゃいけないし、はい、で師匠がお前もう一回行けって言ったら、はい、ノーとは言えないもんね、これは、あ、それは互いに分かってるから、はい、だからブーブー言わないわねえ、恥ずかしいだろうと思うけど、はい、プロポーズの言葉って何。プロポーズの言葉はですね、ウィキペディアに載ってると思うので調べていただきたいんですけど、うん、そのウィキペディアに載ってるプロポーズなんですけど、あれ嘘なんですよ、はい、ウィキペディアは何て言うの。堀切勝負園で僕だけに咲く、花になってくれっていうふうに書いてあるんですけど僕は言った記憶がないので嘘なんです。はい、ただ面白いんでそのままにしといてるんで、はい、多分どなたかが、はい、あの枕で、はい、あの話したことを聞いたお客様が、はい、そうなんだと思って書いたんじゃないかな。なるほどなるほど。だ一応もうそれにしようかなと思ってます。いやーこれ YouTube 米助チャンネルでちょっとプロポーズの言葉、はい、いやプロポーズの言葉は僕その結婚前提にもうお付き合いしてくれっていうふうにずっと言ってたんですよ。そうか、最初は最初から。そうなんです。あ、本当に付き合った時に、はい、結婚を前提にっていう、あ、もうほぼそれはもうプロポーズ、そんな感じです、うんうん。ウィキペディアの方がちょっと面白いんで、そっちにし変えちゃおうかなとは思ってる、はい、突撃。最後に、はい、どんな夫婦になりたいですか。やっぱ僕まだ今言っても、うん、どっちかって言って市花の亭主っていう方がやっぱりまだ大きいんで、上井の亭主みたいな。そうですね、馬球、うん、の妻、うん、市花の亭主、これもがちゃんと同列になるぐらい、うん、承知します。で、はい、俺は笑って。どんな落語家になりたい。どんな落語家ですか。そうですね、はい、うちの師匠が言うのはもう何でもできるようになりなさいっていうふうに、あ、はい、滑稽話から人情話から。そうですね、はい、なんでとにかくネタ数の多い、うん、まあ、何でもできる話家を目指しております。馬生さんもネタ数多いしね、あの方もいろんなネタやるんで、うん、市原さんどんな落語家になりたい。おばあちゃんの話し家って、うん、まだいないって、いやいやいや、思うので、うん、想像がちょっと自分自身でついてないところが正直あるんですが、うん、おばあちゃんの、うん、なんかあのおばあちゃん面白いねっていうような、あの落語家になりたいなっていうのと、うん、やっぱりまあ兄さんっていうとまあおかしいんですけど、うん、兄さんはこういう風になりたいっていうのがすごいはっきりあるので、うんうん、60から咲くまでに土台になるのにいいかなと思っております。ありがとうございます。そういうことね、はい、で、11月の22日、はい、いい夫婦。そうなんです。その時にどうぞ、はい、11月の22日、いい夫婦の日に、うん、和光市のサンアゼリアにて、寄席を、はい、落語会を、二人会をやることに。いいね、ありがとうございます。いい夫婦、ありがとうございます。
ごい夫婦割がですね、めちゃくちゃお得なんですよ。カップル割、夫婦割ってのがありまして、はい、考えた、はい、お一人の値段で、ね、あのご夫婦お二人入れるという。なるほど、はい、2200円でございます。はい、夫婦です。はい、ぜひ皆さん、このお二人、和久と市花、この二人でね、二人会ですんで、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。今日は本当に、二人ともありがとうございました。ありがとうございました。